皆さんこんにちは。バジ文化応援アイドル桜花の奇跡の星野奈々です。毎週月曜日のメインレースの予想を桜花の奇跡のメンバーが交代で担当させていただきますので、今後ともよろしくお願いいたします。さて、桜花のやぶさめガールで馬の筋肉が大好きな私星野奈々が本日予想していきたいレースは、12月20日に行われる大犬座特別でございます。こちらのレースは直線 200m のコースで9頭で争われます。途中に高さ 1m の第一障害、そして次に高さ 1.6m の第二障害と2つの障害を乗り越えていくコースです。今回のレースでは最高 725kg の重量物を乗せたソリを引いて競います。万栄競馬は途中で休ませたりなど、ペース配分も重要になってきます。さあ、そして今回のレースのメンバーの中で私星野奈々が気になった2頭の番馬たちを紹介していきたいと思います。まず1頭目はフレイムゴールです。フレイムゴールは今回のレースのメンバーの中でこの A2 クラス慣れをしているのではないかなという印象でした。前走前々走では3着で、過去には A2 クラスで1着の経験もあるため、今回のレースのメンツの中では経験値も高い方で、それを活かしたレースの内容になるのではないかなと思いました。そしてフレイムゴールの走りはとても堅実タイプだなと私は感じたんですけど、しっかりとした足運びはですね、前肢後肢前足と後ろ足の筋肉のバランスがとてもよく鍛えられているのではないかなと思います。張りすぎていない筋肉で動きにも滑らかさがあり、期待できる1頭です。さあ、そして2頭目は俺はチャンピオンです。 A1 クラスの経験者でもあり、 A2 クラスで1着を経験していることから、このレースで力を発揮できるのではないかなと思いました。俺はチャンピオンのレースをそつなくこなしていく姿勢はただただ尊敬の一言につきます。騎手の指示をきちんと聞き、自分の力を十二分に発揮できる方法を、知っているのではないかなと思いました。マイペースながらもしっかりとした筋肉と足取りに注目して、今回は馬券を買いたいと思います。以上が7種の注目の2頭でございます。ぜひよかったらこの2頭に注目してみてください。さあ、そして馬券はこちら、じゃじゃん。馬ターンマルチでフレイムゴールを軸に、みそぎ誉れ、宝雲海、俺はチャンピオンで買いたいと思います。このレースを当てていい1週間のスタートを切りましょう。以上、桜花の奇跡のバンバ塾でした。バイバイ。